こんにちは。名前は上迫正幸と言います。年齢は61歳です。昭和58年に枕木高校を卒業して、その後大阪に2年ほど働いて、こちらの枕木の方に U ターンしてきました。座右の銘は、かけた情けは水に流せ、受けた恩は石に刻めです。やはり枕崎は自然がいっぱいなところが大好きです。海もあり山もあり、そして郊外の方に行くと田んぼが広がり畑が広がり、自然豊かな風景が大好きです。近田の小学校の時、2年生の時に図書館の先生に初恋をいたしました。先生と、2人でお好み焼きを食べに行ったのが一番の思い出です。今の枕崎は人口減少が一番の問題と思います。その若者たちが枕崎の方に少しでも残って、企業誘致をしてもらい、盛り上げていってほしいと思います。ありがとうございました。